どうもこんにちは、クリエイターのこたです。今日のテーマはこちら、 GoodNote 5用リンク付きデジタルプランナーの作り方です。以前の動画、 iPad を理想のデジタル手書き手帳にする方法の中でご紹介したように、僕は今年からスケジュール管理に自分でデザインしたデジタル手帳を使っているんですが、これすごくいいんですよね。自分で自分のためにデザインしているので、まあ当たり前といえば当たり前なんですが、とっても快適です。この手帳テンプレートを皆さんにも配布して、いろんな方に使っていただきました。こんな手帳探していましたとか、まあ、すごく使い勝手いいですとか、嬉しいコメントたくさんいただきました。写真付きで SNS にアップしてくれている方もいらっしゃいましたね。本当にありがとうございます。あとコメントで多かったのが、作り方について、どうやって作ってるんですか、作り方教えてくださいっていう意見結構いただきました。今回はそんなリクエストにお答えして、GoodNote 5用リンク付きデジタルプランナーの作り方をご紹介したいと思います。本当はね、もっと早くリクエストにお答えして動画にしたかったんですが、どうやったら誰にでも簡単に作れるかちょっと悩んじゃいまして、このタイミングになってしまいました。まあ、というのもやっていることはね、至ってシンプルなんですけど、問題はツールですよね。僕が作った方法はどちらかというとクロート向けのソフトを使っていて、ライセンス費用もねなかなかしちゃうんで、そうすると無駄にハードルが高くなっちゃうなぁと悩んでたんですよね。他に方法ないかなぁと調べたら、結構いろんな方法がありました。今回はできる限り多くの人が自分の持っているツールを使って、しかもリーズナブルに作れる方法を4つご紹介したいと思います。まず1つ目、実際に僕が作った方法。2つ目、Mac と Keynote で作る方法。3つ目、Windows と PowerPoint で作る方法。4つ目、iPad だけで完結させて作る方法。それでは早速行ってみましょう。まずは仕組みについてです。そもそもこの GoodNote 5用のテンプレートはどういう仕組みになっているのか、理解を深めていきましょう。このテンプレートファイル、何でできているかというと PDF です。PDF なら皆さんも馴染みがありますよね。メールの添付資料とかで PDF 送ったり送られたりすることも多いんじゃないでしょうか。まずこの PDF ファイルを一覧でお見せするとこんな感じになっています。全部で67ページで構成されたテンプレートになっています。主なレイアウトとして、表紙、年間カレンダー、月間カレンダー、週間カレンダー表示があります。これを一つの PDF ファイルに書き出して GoodNote に読み込んでいます。このまま何もしないで GoodNote に読み込むだけでももちろんちゃんと使えるんですが、それだとページをたくさんめくらなきゃいけなくてめんどくさいですよね。12月とかだったらもう最悪です。それを回避するためにコタログダイアリーでは PDF ファイルにリンクを仕込んでいます。年間カレンダー表示で言うとこの部分、この部分をタップすると目的のページに瞬時に移動することができます。戻るときはここ、ホームをタップすると年間カレンダーに戻ることができます。リンクがついてると便利ですよね。この方法はメーカーの取扱説明書の目次によく採用されている方法です。 GoodNote のテンプレートにもこの手法を取り入れたら便利なんじゃないか、まあ、そう思って年間カレンダーにこの手法を取り入れています。共通で入っているホームに戻る仕様はスマホのハンバーガーメニューと同じ概念ですね。モーダルメニューが開く代わりにコタログダイアリーでは年間カレンダーが開く仕様となっています。さて、重要なのはじゃあどうやってリンクを仕込むのかということですよね。ここからは具体的な作り方を解説していきたいと思います。今回は皆さんにぜひトライしてもらいたいと思うので、練習用に分かりやすくコタログダイアリーを簡略化したこのようなトレーニングテンプレートを用意しました。トレーニングテンプレートは全部で4ページの構成になっています。表紙、年間カレンダー、月間カレンダー、週間カレンダー。表紙以降のページにはイヤリー、マンスリー、ウィークリーのナビゲーションが配置されています。今回はここにリンクを仕込んでいきます。完成するとこんな感じで遷移するテンプレートが作れます。概要欄にリンクを貼っておくので、試したい方はダウンロードして一緒にやってみましょう。それでは作っていきましょう。まずは僕が実際に作った方法のご紹介です。アクロバット DC で作る方法。僕はデザインにスケッチというアプリを使って作っています。スケッチでデザインしたデータを PDF に書き出して、アクロバット DC でリンクを仕込んでいます。この方法が
番綺麗に、しかも容量も軽く仕上げることができます。僕はスケッチでデザインしましたけど、別にデザインはイラレでもインデザインでも何でも構いません。テンプレートの元となる PDF を用意してください。できればベクターデータ、パスが生きた状態の PDF が用意できるとベストですね。 GoodNote5 は大きく拡大して書き込むこともあるので、ベクターデータだとどこまで拡大してもジャギらず綺麗です。画像形式の PDF だと拡大するとジャギっちゃう可能性があります。これを回避するために解像度の高い画像を貼り付けることも可能ですが、容量がバカ重くなっちゃうのであまりおすすめができません。アプリのパフォーマンスが悪くなる可能性がありますね。下の概要欄のリンクからトレーニングテンプレートにアクセスして、フォルダ A を開いていただくと一つの PDF ファイルが入っています。お使いの端末にダウンロードしてください。これがこれから使うテンプレートデータです。ダウンロードしたファイルを Acrobat DC で開きます。Acrobat リーダーでは編集ができないので注意してください。Acrobat で開いたら PDF を編集モードにします。中身はこんな感じで4ページの構成になっています。ツールバーのリンクから Web または文章リンクの追加編集を選択します。カーソルが十字キーになったのを確認して、リンクを挿入したい箇所をドラッグしながらなぞります。するとリンクを制作ウィンドウが開くので、リンクの詳細設定をしていきます。今回はデザインを邪魔しないようにボックスを隠すを選択します。この状態で次へをクリック、すると透明のボックスが現れます。位置とサイズを微調整していきます。こんな感じでボタンのデザインぴったりにボックスを配置することができました。次はここにリンクを仕込んでいきます。 Windows の場合は右クリック、 Mac の場合はコントロールを押しながらクリックしてプロパティを開きます。開いたらアクションタブに切り替えて、飛ばしたいページ番号を指定します。今は2ページ目が指定されていますね。イヤリーは2ページ目なので、このままの設定で大丈夫です。続いてはこのボタンをコピーしてマンスリーのリンクを設定していきます。サイズも同じなのでここに配置して、プロパティを開いてアクションタブのマンスリーは3ページ目なので3と指定します。編集をクリックして2ページ目となっている設定を3に書き換えます。はい、これで OK。 同じ要領でウィークリーの設定をしていきます。ウィークリーは4ページ目なので4と設定します。これでページの設定は完了です。他のページのナビゲーションにも反映しましょう。記述内容は同じなので、このページのリンクを選択してコピーペーストペースト、はい、これで完成です。保存してプレビューしてみましょう。ちゃんとリンクされているでしょうか。こんな感じでちゃんとリンクされてますね。これで完成です。この完成したテンプレートを GoodNote に読み込んでみましょう。共有ボタンをタップして AirDrop を選択します。 iPad 側の端末を指定して送信。どのアプリケーションで開くか聞かれるので GoodNotes を選択します。新規書類として読み込む。はい、これでテンプレートとして読み込まれました。どうですか？結構意外と作るの簡単ですよね。 Mac で作れば共有するときも AirDrop などが使えるので便利でおすすめです。ぜひ試してみてください。続いては Keynote で作る方法です。 Keynote の方はフォルダ B に入っているバラのテンプレートを使っていきます。まずは Keynote を起動します。基本のベーシックホワイトを選びます。今回はテキストはいらないので全部消します。ツールバーの右端の書類を選択します。スライドショーサイズの部分をカスタムのスライドショーサイズにします。テンプレートのサイズを指定します。今回のトレーニングテンプレートは1356px×848px 想定で作っているので、この数値を入れていきます。必要なページ分スライドを増やしてください。今回は4ページなので4枚です。
できたら先ほどダウンロードしたテンプレート画像を順番に貼り付けていきます。続いてリンクの載せたい場所に図形ツールを使って四角を描きます。色は必要ないのでフォーマットのスタイルタブ、不透明度を0にします。この四角いオブジェクトがリンクボタンになります。選択した状態でコントロールクリックをします。リンクを追加、スライド。イヤリーは2ページ目なのでスライド番号を2と設定します。すると矢印マークが現れましたね。これでしっかりとリンクが設定できました。隣の2つのボタンも同じようにコピーしてコントロールプラスクリック、リンクを編集。マンスリーは3ページ目なのでスライド番号を3と設定します。続いてウィークリー、ウィークリーも同じ要領でコントロールプラスクリック、リンク編集。4ページ目に飛ばしたいのでスライド番号を4にします。はい、これでこのページのリンクは設定できました。他のページにもコピーしましょう。ペースト、ペースト。はい、これで完成です。 PDF 形式で保存して iPad に共有しましょう。書き出す PDF。 画質は最高画質に設定しておいてください。今度はね、ちょっと違うやり方で iCloud から共有してみましょう。名前は何でもいいんですけど、サンプルとかにしときましょうか。 iPad の方でフォルダアプリを立ち上げると、しっかりと iCloud ドライブの中にサンプル PDF が入っています。開いて共有ボタンを押して GoodNotes で開くを選択、開くを選択。はい、これで完成です。続いては Windows ユーザー向けに PowerPoint で作る方法のご紹介です。 Mac の PowerPoint ではできない方法なので注意してください。なぜか最終的に書き出すときに Mac だとリンクが全部切れちゃうんですよね。解決方法を知ってる方いたらぜひコメントください。概要欄のリンクからトレーニングテンプレートにアクセスします。今度はフォルダー B のデータを使います。パワーポイントを起動して新規プレゼンテーション、テキストは使わないので全部削除します。デザインタブのスライドのサイズ、ユーザー設定のスライドサイズにします。キーノートの時と同じようにサイズを指定します。単位にセンチが入っていますけど気にせず1356px×848px と入力してください。こんな感じで PowerPoint が自分で考えてセンチに直してくれます。 OK を選択、必要なページ分スライドを増やします。先ほどダウンロードしたフォルダー B に入っているバラのデザイン画像を貼り付けていきます。キーノートで作った時と同じようにリンクを仕込みたい箇所に四角を描きます。色はいらないので色の設定パネルから透過性を 100% にします。縁取りもなしにしておきましょう。選択して右クリック、リンクを選択。リンク先をドキュメント内に設定して、イヤリーは2ページ目なのでスライド番号2と設定します。OK。 これでリンクの設定ができました。同じ要領で他の2つのボタンもリンクを設定していきましょう。複製して右クリック、リンクの編集から、マンスリーは3ページ目なのでスライド番号3と選択します。続いてはウィークリー、ウィークリーも同じように右クリック、リンクを編集、スライド番号4と設定します。これで3つリンクが設定できました。これを他のページにも複製していきましょう。コピーしてペースト、ペースト。はい、これで全てのリンク設定が完了しました。このデータを PDF に書き出していきます。
ファイルのエクスポートから PDF XPS の作成。ファイル名は何でもいいんですが、サンプル PDF とでもしときましょうか。プレビューで見てみると、こんな感じでちゃんとリンクが効いていますね。出来上がったこのファイルを iPad の GoodNote に読み込んで使ってみてください。続いては iPad で完結させて作る方法です。Mac と同じくこちらも Keynote を使っていきます。概要欄のリンクからテンプレートファイルにアクセスして、フォルダー B のバラの JPEG データを使っていきます。まとめてダウンロードすると ZIP ファイルになってしまうのでちょっとめんどくさいですが、一つずつダウンロードしましょう。ダウンロードしたファイルがファイルアプリのダウンロードのところにちゃんと入っていることを確認できたら、キーノートを起動します。右上のプラスマークをタップしてテーマを選択します。何でもいいんですけど、ベーシックホワイトを選択しましょう。テキストボックスは使わないので全部消します。続いて用紙サイズの設定です。書類設定のスライドのサイズをタップ、カスタムを選択します。このテンプレートサイズ、1356px×848px を入力します。入力したら完了。ページ分スライドを増やします。コピー。ペースト。ペースト。ペースト。ページ分用意できました。右上のプラスマークをタップして、挿入元をタップ。先ほどダウンロードした4枚のデザイン画像を1枚ずつ貼り付けていきます。全部貼り終えたらプラスマークをタップして、今度は図形モードから四角を選びます。このオブジェクトがリンクボタンになります。リンクを配置したい箇所にサイズを合わせて配置します。今回はデザインを邪魔しないように色はいらないので、筆マークをタップしてその中の不透明度をゼロにします。これで見えなくなりました。できたオブジェクトをタップしてリンクを選びます。一番上のスライドへリンクをタップ。イヤリーは2ページ目です。2と設定します。しっかりとこれでリンクが指定できた証の矢印アイコンが登場しましたね。これをコピーして、同じ要領でマンスリーとウィークリーのリンクを設定していきます。はい、これでこのページの設定が終わりました。続いてはこれを他のページに複製します。一つ選択した状態で同時に選択したいオブジェクトをポンポンポンとタップすると3つ同時に選択ができました。コピーして他のページに貼り付けます。ペーストペースト。はい、これでテンプレートが完成です。プレビューマークをタップして、こんな感じでちゃんと機能していますね。この完成したテンプレートを GoodNote に共有します。書き出し、PDF、GoodNote で開く。はい、こんな感じで GoodNote でちゃんと使えるリンク付きテンプレートが完成しました。この PDF にリンクをつける方法を知ってるだけで、便利な GoodNote 用のテンプレートが作れちゃいますよね。何よりも作るの楽しいので、ぜひトライしてみてください。もし完成したら、こんなの作ったよってこの動画のコメント欄とか、Twitter、Instagram で教えてくれると嬉しいです。シャープコタログダイアリーでハッシュタグ入れてくれたら見に行きます。いやいや、作るのめんどくさいよって人は、コタログダイアリーも無料配布してるので、ダウンロードして使ってみてください。さっきのハッシュタグ、シャープコタログダイアリーをつけて、こんな感じで使ってるよみたいな投稿もしてもらえたら嬉しいです。もっといい作り方あるよとか情報あればね、コメント欄にコメントください。また、GoodNote 5用テンプレート作っていきたいなと思っています。このチャンネルではデザインやクリエイティブに関すること、テクノロジーやガジェットなどについて発信していきたいと思っています。いいね評価、バッド評価、どちらでも構わないので、下のボタンで評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。